期限付き？ないない。完全遺跡一択だよ。マリノス藤田ジョエルチマ、完全遺跡の裏側。マリノスのミッドフィルダー藤田ジョエルチマがベルギー1部リーグのシントトロイデンに完全移籍することが27日発表された。藤田は2022年に徳島ボルティスから完全移籍で加入。加入初年度は29試合に出場してリーグ優勝に貢献し、今季はここまで17試合に得点を記録している。攻守に幅広く関われる高性能ボランチで、得点力にも磨きがかかりつつある。かねてより海外志向を公言していた。だが、最近は焦燥感と共に日々を過ごしていたかもしれない。同世代の選手が続々と海を渡っていく昨今、自身は木田拓也と渡辺康太の後陣を拝しているからだ。そんなさなか、多くの日本人選手がステップアップのきっかけをつかんだシントトロイデンからオファーが舞い込む。当初は買取オプション付きの期限付き移籍が提示されたが、マリノス側はこれを拒じ、こうして出し直された条件が完全移籍でのオファーだった。クラブを通じ今まで経験したことすべてを活かし、このクラブのユニフォームを着てプレーできたことを誇りに、これからも自分らしく頑張りますとコメントした。シントには毎度感謝感謝だ。シント経由で4大リーグ行けたら何よりだよね。シントトロイデンは完全にそのためにあるチームだよな。シントトロの日本サッカーへの貢献は本当にすごい。ステップアップおめ。頑張ってらっしゃい。わかっちゃいるけど寂しいな。若者はみんな海外やな。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。